どうも、あいちです。先週ですね、こちらの動画を投稿させてもらったんですが、2月は1ヶ月の目標を立てて、それをぜひ達成してねっていう話をしました。したんですけど、みんなも目標を立ててさ、達成した方がいいことなんて分かってるじゃないですか。でも、これって言うのは簡単なんですけど、実際やるのってめちゃくちゃ大変なんですよね。目標を立てて達成するって。今日2月に入って5日経ちましたけど、もしかしたら、もうすでにね、ちょっと崩れかけてて、ああもういいや無理だしどうせでなりかけてる方が出てくる時期なんですよ。それぐらい目標って崩れやすいんです。でも実は目標を立てたものを達成できる人ってある共通の能力を持ってたりするんです。なので今回はその能力について話していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。その能力は何かっていうと、こちらリカバリー力です。リカバリー力とは、何か物事に失敗した時とかうまくいかなかった時にいかに対処できるか、その心の準備ができているかという力です。つまりこれを計画において置き換えた時にですね、計画が崩れてしまった時にどう対処どう修正するかっていう力と、そもそもその計画っていうのは崩れやすいんだよっていう心構えができているかっていう、この2つの部分が大事になります。でまずちょっと順番逆になっちゃうんですけど、心構えの方から伝えていきますね。これは動画でも何回も口うるさく言ってるとこですけど、計画っていうのは 99.9% 崩れるものです。崩れるっていうか変わるものなんです。もちろん計画を立ててそれ通り1ヶ月やりきりました、めちゃくちゃかっこいい、拍手です。でも私38、もうちょっとで39になるんですけど、ないですね修正せずに達成できたこと多分ないんですよ。それは私が例えば気分屋だったりとか、メンタルがちょっと波が激しかったりするので、メンタルの波はね先読みできないし、みんなも学校行ってたりするとさ、思わぬさそのモチベーションを下げられるアクシデントって起きるじゃん。うちらタイムマシーン持ってないから知らないんだよ、そんなアクシデント来ることなんて。だからそういうのは来てしまう、狂うんだって。だから狂うことはいいよって、狂うものだよって。でその狂った時に自分はどうすればいいのかっていう、自分の扱い方を知ってるかどうか、そこがすごい分かれ道になるんです。この動画を見てる皆さんが完璧主義だとは思ってないんですけど、私完璧主義なところが結構強いんですよ。で完璧主義な方って計画が崩れると、もう崩れた瞬間に完璧ではなくなるので、ああもう無理ってなりがちなんですね。で自分は普段完璧主義じゃないぞって思ってる方も、なぜか勉強計画のことになるとちょっと崩れただけでスイッチがオフになりやすいんですよ。でもちょっと想像してほしくって、確かにね 100% 達成できたら一番いいよね。でもやっぱ未達成になることって多いんだよ、計画を立ててみても。でもさ、一概に未達成って言っても 80% までやれた未達成と 30% までしかできなかった未達成って意味が違うじゃん、同じ未達成でも。なのでこうね、ああ計画崩れてもやってらんねえよってふてくされるのもいいけど、それよりは今できること何なのかなって、修正して今のペース100までいかないかもしんないけど90、80まで近づくためにはどうしたら修正できるのかなっていうふうに視点を変えてできる限り100に近づけていく、その方がどう考えても未来の自分の背中を押してくれるでしょ。なのでそこのスイッチを切り替えるようにぜひしていってください。でもう一個のどう対処するかっていう方を話していきます。ただこの対処のやり方っていうのはみんな自身がベストアンサーを持ってます。 A 君のベストアンサーと B 君のベストアンサーと俺のベストアンサーは違うはずなので、みんな自身が見つけていいんだけど、まあ、ヒントになればなと思うところで言うと、まずはなんで崩れたんっていう理由のところを分析するとこからいきましょう。そもそも最初に立てた勉強のペース配分が今のみんな自身の生活サイクルに合ってない可能性があります。例えば部活が忙しかったり、バイトが忙しかったり、だから家の手伝いが忙しいっていう方もいるでしょう。自分がさ自由に使える時間って限られてるじゃん、人によって違うよね。この時間しか自由に使えないのに、この量は俺から見てもどう見ても無理じゃないって、オーバーペースだよねっていう場合は、まずそもそもの最初の設定が間違っているから、ここから今日まあ5日か6日か見てくれてる日はわからないけども、この後のペース配分はもともと決めたものをやり抜くんじゃなくて、一回変えましょう。一回立ったものを一回ちょっと崩してもらって、もう一回今の自分のサイクルに合わせたペース配分に変える必要があります。っていうか変えていいんです。これ塾講師やってた時もよく生徒とね話しててこう出てきたこう議論なんだけど、自分が立てた計画を変えるのが格好悪いっていう子がいます。
なことあるかい。なんでさ、その一発目自分が立てた計画がベストアンサーだと思い込んでんの。違うよ、それを最初に立てた時がずれてたんだって。人は間違っているところね、自分が違ったなって思うところを修正した時に成長するんだから、自分の非じゃないけどミスってたことを認めようぜ。いいんだって。それをうまく自分に合ったもの、フィットしたものに修正した時点でめっちゃかっこいいし、すごい成長なんだって。だから変えていいの。いい、そこはぜひ伝えておきたいし、感じた、伝えておきたいし、ぜひ覚えておいてください。で、もう一つ、もし自分みたいなちょっとメンタルの波が激しかったりとか、やる気の波が激しいなっていうタイプの方は、一週間さ、例えば今週はこれやるぞって決めた時に、今日はこれって、まあ、月はこれ、火はこれって立ててる方いると思うんだけど、週、一週間の二日間、もともと計画に入れない日を作ってごらん。俺よく調整日って言うんですけど、おすすめは土曜と水曜あたりがいいです。平日の真ん中ぐらいと土日の、まあ日曜でもいいんだけど、土曜の方が俺はよくって、片方の日をもう計画に入れないの。つまり月火やってみて、ちょっと崩れたところを水曜で修正します。木金で崩れたところを土曜で修正するみたいなイメージです。最初からギシギシにしちゃうと、月火とかでできなかった部分がもうカバーできないんだよ。これできなかった部分がもともと水曜にやるものに上乗せされちゃうと、あ、無理無理ってなるでしょ。で、どんどん崩れちゃうから、まずは1週間のうち2日間を調整にする。でもそんな調整いらんなってなったら1日だけ調整にする。それでもうまくいくなら毎日使ってもいい。そうやってちょっとずつステップアップしててください。で、この調整日を入れるっていうのは今1週間単位で言ったんだけど、俺自分は5日間の5日間で調整するがいいなと思うならそれでも構わないので、みんな自身がベストアンサーを決める。で、その中で調整日っていうアイテムは結構有効なので、よかったら試してみてください。はい、ということでちょっと今回長かったかもしれないんですが、お付き合いいただきありがとうございました。今回ですね、この雑談枠でなんでこのねリカバリー力をすごく今回熱弁させてもらったのかっていうところを話せたらなと思うんですけど、これは一番私が実体験をずっとしてきたところがあるからなんです。っていうのはですね、私なんか新しい環境、例えば中学に入る、高校に入る、会社に入るとか、今普段で言うと何か新しいチャレンジをした時っていうのは、だいたい最初失敗するんですよ。テストも失敗するし、会社に入った時も最初は周りの同期ね、あの同じ時期に入社した人に比べて結果が出ないんですよ。で、最近で言うと私、米粉ってあるじゃない、米粉パンを最近ちょっとデビューして、米粉パン作りをチャレンジして、最近ちょっとハマってるんですね。で、最初大失敗してるんですよ。なので私、新しいことにチャレンジした時にうまくいかないんです。そう、人生それがもうなんかね、それが普通になっちゃってるんですよ。で、そこでもちろん昔は腐りたくなるというかね、もうなんだよって毎回失敗してばっかでさって思った時もあるんですけど、でも最初からうまくいくことの方が少ないんじゃないですか。まあ、周りを見てたらさ、最初からうまくいってるように見える方もいるんですけど、でも、まあ、自分はそういうタイプじゃないんだなっていう。でも何ができるかっていうと、そこからなんで失敗したのか、なんでうまくいかないのかを分析する力があるなって思って、まあ、それを大事だなと思ってやってる。そしてもう一個は、うまくいってる人、そう、うまくいってる方に対してちゃんと真似をする。だってうまくいってる人はうまくいってる理由があるんですもん。だからそこから自分に得られるものは吸収していくっていう、その2つを大事にしてちょっとずつうまくなって、米粉パンも最近ね、チョコチップ米粉パン作ったんですけど、めっちゃ美味しかったんですよとかね、でもちょっとチョコの量ね少なかったから、次回はチョコの入れ方変えようとか、これがすごいちっちゃなことだと思うと思うんだけど、でもリカバリー力だと思いません？で、リカバリーをしていくから、だんだん自分がレベルアップしていくもんだと思います。みんな自身もさ、もちろんすぐ結果が欲しいと思う、ね、すぐ変わりたいし、自分がこうダメだと思ったところがさ、1週間ぐらいでさ、やべえすげえできるようになったってなったらいいんだけど、物事っていうか人生でそうなることの方が少ないんだよね。やっぱ時間はかかるんですよ、ある程度ね。でもそのある程度の時間を踏ん張って継続した方だけが、そういった大きなリカバリー力だったりとか自己成長する力を身につけられるんだと思っています。我慢っていうのはすごく大変だし、
こうメンタルも揺さぶられてしまうんだけれども、でもその我慢した先、踏ん張って継続した先にはみんなが思ってる以上に自分のことをポジティブに思うことができる日が待っていると、私は実体験でそう思っているので、ぜひ皆さんも今回本編でも話したけど、リカバリー力にベストアンサーはないです。みんな自身が見つけなきゃいけないし、見つけていいんです。誰かと比べて、あ、私が違うなんて思わなくていい。みんなが、私のリカバリー力はこう、私はこうするといいんだっていうのを見つけてもらえる、まあ、そんなヒントになったらいいなと思って、今回この話をさせてもらいました。はい、ということで今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。変なところで噛んじゃった。はい、ではまたね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。